これより上田高校吹奏楽団 OB バンド第1回演奏会を開催いたします。
ただいま演奏いたしました曲はジェームス・バーンズ作曲アルバマージョ曲です。指揮を担当いたしますのは1989年卒中村和美です。ここで第1回演奏会を開催するにあたり、当団の責任者坂口博之が皆様にご挨拶を申し上げます。本日はご多忙のところ、私たち上田高校吹奏楽団 OB バンド演奏会にご来場を賜りまして、誠にありがとうございます。昨年の秋頃から OB でバンドという話が持ち上がり、メンバーを募りましたところ、思いがけない反響があり、本日の演奏会を開くことになりました。しかし、メンバーは全国に散らばっているため、練習も思うようにできず、曲の仕上がりは不十分なものでありますが、どうか最後までお付き合いくださいますようお願い申し上げます。最後になりましたが、この演奏会を開くにあたり、上田市民吹奏楽団様をはじめ多くの方々のご指導ご支援を賜りましたことを、ここにメンバー一同厚くお礼を申し上げ、ご挨拶とさせていただきます。ありがとうございました。祝電を披露させていただきます。第1回 OB バンド定期演奏会の開演おめでとうございます。1986年の卒業再開一同、どうもありがとうございました。次の曲はジュモント・トッカートです。作曲はオープニング演奏曲と同じジェームス・バーンズですが、同一作曲者とは思えないほど作風は違います。この曲はジェームス・バーンズの数多くある曲の中でも意欲作の一つと言われています。Thank you.
曲目は真島敏夫作曲、吹奏楽のための交響詩波の見える風景です。これは1985年度全日本吹奏楽コンクール課題曲の一曲です。Thank you.
曲となりました。ショスタコーヴィッチ作曲交響曲第5番革命より第4楽章をお送りいたします。
ここで15分間の休憩をいただきます。